カノッサの屈辱。教皇権の身長は皇帝権との間で衝突を生み出し、女人権闘争を激化させた。画像は神聖ローマ皇帝、ハインリヒ4世と破門された彼をローマ教皇グレゴリウス7世に取りなすトスカーナ城白、マティルデト・クリュニー修道院長、ーグバイユーのタペストリー。画像はヘイスティングズの戦いにおける。 イングランド王ハロルド2世の死の場面。この戦いに勝利したノルマンディー皇ギオーム2世が、イングランド王ウィリアム1世になる。マーストリヒト大聖堂宝物室の写本外装。生物数計の高まりとともにも、残美術と呼ばれるマースガー流域の低地地方で、生み出された金銀やエナメルの細工も高知なものとなった。この11世紀に作られた写本外装は現在は、 ルーブル美術館にある、藤原の道長。御堂関白とも通称された道長の時代に、石関政治は頂点に達した。画像は、紫式部日記、藤高本第五段から1008年の一条天皇の土見門定行に備え、新造の竜図劇種の船を見分する道長。紫式部と、源氏物語。金文字の発達は、 日本独特の女流文学の発展を促した。画像は12世紀初頭に描かれた、源氏物語絵巻、竹川、欧州の反乱。東北地方での大規模な反乱は、石関政治に慣れた都人を驚かした。画像は、前9年の役に続く後3年の役を14世紀に描いた、後三年か1 0言葉。武家の東領源義家が、狩りの列の乱れから、 敵の伏兵を見破った場面。宇治の平等院法王堂。末法思想の高まりとともに、阿弥陀仏の極楽浄土に往生することが求められた。平等院は、関白、藤原頼道によって建てられたもので、中心の法王堂には、仏師、城長の手による阿弥陀仏が安置されている。陰性の出現。行位継承の安定を図り、外籍勢力を抑制する狙いから天皇が退位。 してから、自転の君として、実権を握る陰性が、白川上皇により始められた。画像は、国立国会図書館所像の白川法王の肖像画、梁の王権木刀、三聖将王権の都通時、釈迦塔のことで、小生皇太后の弟、小高氏八氏により建立された中国最古の木造の塔とされる、喜び歴の地、四代皇帝、 人層の時期までに北層は国政を整え、領や成果とは和平関係を結び、安定期を現出した。画像は人層の皇后宗氏の肖像。北層の最小、王安石。慢性的な財政難を克服するため、真相皇帝の記念年間に大改革を行った王安石だったが、柴光らとの闘争を弱気し、国内を混乱させることともなった。 山水画の体制。東末五代から著しい進展を見せた山水画は、北曹の理性、半広氏、各広氏らの名手により高い技術と深い精神性を得ることになった。画像は、台北国立呼吸博物院像の各広氏の、曹春図。南寺陽聖寺。そうでは、透明感を持つ釉薬が開発されるとともに無駄を省いた簡素な形状の時期が愛好された。 特に、河南省臨所付近で焼かれた、宮廷用の磁器は何時、干用と呼ばれ、新品と呼ばれるほどの質の高さを誇った。画像は、台北国立呼吸博物院所蔵の、北宋南時用政治蓮華式音案。聖火時代の頓光。画像は、頓光にレハやし靴、第三靴壁画、文殊菩薩。仏教信仰に熱心だった聖火支配の頓光では、 最後の繁栄の時代を迎えていた。チャンパ王国の発展。11世紀初頭にビジャヤに遷都した王国はこの地に独特の文化を花開かせた。画像は、ビンリン小体尊権にあるゾンロン島で、象下の島の名でも知られている。カジュラー法のパールシュバナータ寺院の島。チャンデーラ朝のダンガ王と続く歴代の王によって、建立された。イスラム教徒のインド進出。 トルコ系のガズナーサを皮切りに、イスラム教徒は、インド土着の勢力を圧倒し、支配を拡大していった。画像は、プラティハーラーサを滅ぼした、ガズナーサの君主、マフムードの宮廷、シャーナーメ。11世紀初めに、フェルドースイーによってまとめられた、壮大なペルシア民族女子史。画像は、サファビー朝時代の、シャーナーメの写本、イブンシーナー。 医学天半を表した、博学な医師であると同時に、東方イスラム世界を代表する哲学者としても、多くの仕事を残した。ハラガーン双子塔。1067年に建てられたこの建築は、セルジューク朝の二人の王子の母廟であり、二つの塔に分かれているのでこの名がある。この塔のあるガズビーンは、イランのカスピ海南岸の町で、近郊には、 暗殺教団ニザール派のアラムート要塞もある。ニザームルムルク暗殺。セルジューク朝の君主マリクシャーに仕え、最小として前世を行い、当地の書の執筆でも知られるが、最後は宮廷の内紛に巻き込まれ暗殺された。画像は、終士の写本の差し絵。商業都市、フスタート。ファーティマ町の政治的な首都はカイロであったが、その近郊にあったフスタートが、 商工業の中心地であり、貿易の中心地でもあった。画像は、スタートの工房で作られた、ラスター再東機で独特な色彩と光沢が特徴的である。イスラム天文学。9世紀から始まったイスラム科学の交流は10世紀から11世紀に一つの頂点を迎えた。画像は、イベリア半島で作成された1067年の、記名がある、あるサーリの、アストロラーベ。 エルシット。バレンシアの征服で、レコンキスタの時代を代表する英雄ではあるが、カスティーリアをアルフォンソロクセイとの確執など波乱に、とんだ一生を送った。画像は、エルシットの故郷、ビバールにほど近いブルゴスに建てられたエルシットの銅像。ブルガロクトノス。この別名で知られる皇帝バシレイオス2世紀の下で、東ローマ帝国は、ブルガリア人を制圧し、 バルカン半島の発射に返り咲いた。画像は、バシレオス2世紀の詩編。転換期に立つ東ローマ帝国。マケドニア朝の決闘は、ゾエとテオドラの二人の巫女の配偶者をめぐって、作奏した。画像は、ハギアソフィア大聖堂内のモザイク画で、中央のキリストを挟んで、皇后となったゾエとその福音である東ローマ皇帝、コンスタンティノス旧世の肖像。 この皇帝の時代に東西教会分裂につながる相互波紋事件が発生している。東ローマ皇帝アレクシオス一世への戦略。混迷の帝国にあって軍事貴族から身を起こし定位についたのがアレクシオス一世である。ノルマン人やクマン人といった外敵を互いに競わせ、あるいは懐獣する巧みな外交手腕を駆使したことで有名である。しかし、 セルジューク族を排除するため、西欧諸国から援軍を募ろうとして大きな誤算を生むのである。第1回十字軍。西ヨーロッパのキリスト教徒は、チミドロの戦いにより、聖地エルサレムをイスラム勢力から奪還した。画像は13世紀に描かれたエルサレム行為戦の細密画。トゥーラシココティトラン。 10世紀から11世紀に栄えたメキシコの五個天気の遺跡で伝承ではトルテカ帝国の都だとされている。11世紀とは西暦1001年から西暦1100年までの100年間を指す世紀。2000年期における最初の世紀である。11世紀は西アジアでトルコ系のイスラム王朝のガズニアサやセルジューク朝の対等が著しく前者は来た。 インドに侵入し、インドのイスラム化の契機を作り、後者は東ローマ帝国を打ち破って、小アジアにまで勢力を伸ばした。北アフリカのモロッコ近辺では、ムラービト町など、ベルベル人のイスラム王朝の台頭が始まって、レコンキスタを停滞させる一方、サハラ交易で繁栄したガーナ王国を滅ぼした。東ヨーロッパでは、東ローマ帝国が第一次ブルガリア帝国を、 征服して、バルカン半島全土を回復して最盛期を迎えるが、11世紀後半に、入ると衰退に転じ、国内の反乱や、セルジューク朝、ノルマン人などの外敵に悩まされることになる。西ヨーロッパでは、教皇権が伸長する一方、東西教会の分裂が起こっている。また、東ローマ帝国皇帝アレクシウス一世コムネノスが、 強皇ウルガヌス2世に救援を依頼したことが発端で十字軍の遠征が開始された。東南アジア、南インドでは1025年を境にシュリービジャヤ王国が衰退し、長羅朝、クディリ王国が前征を極めた。東アジアでは北総の経済的繁栄は続くものの、量や成果への再平の負担と社会的格差の進行が重くのしかかり、 王安石の改革が始まった。日本日本では平安時代中期から後期の初めにあたる。陰性の開始以降を中世に区分する場合がある。11世紀の前半から中央にかけては藤原北家による石関政治が前世を極めたが、地方では国史化成上訴が行われ、少量種の有力武士が台頭していた。名目的な寄進荘園に課税するなど、 税の公平さを保つために、荘園制儀礼が行われたが、反面ここで公認された荘園はそれまでの公伝の中に、税の取得権が、荘園領主にある農地が散在した形態から一円、領域化してまとまった経営領域と化し、国家に納税する公領と対等の権利主体としての地位を獲得する。ここで荘園と公領の領域などをめぐる武力紛争が多発する事態となり、 双方の現地管理人として、武力紛争への対応能力のある武士が任命されることが多くなり、武士の在地領主化が進行した。11世紀の後半になると、藤原氏の力が及ばない、後三条天皇の申請が契機となり、陰性が始まった。陰性は、受領が紛争当事者となることで、朝廷不能になった、昭円皇領間の紛争の調停者として、 権力を高め、またン自らも、荘園領主として、広大な荘園を集積した。こうして、荘園と公領が並存して、地方社会の統治単位となる、荘園公領制はこの陰性期を通じて、発展していくことになる。神聖ローマ帝国、イタリア、フランス、イングランド、スコットランド、北欧、東、ローマ帝国、東欧、十字軍国家。 イベリア半島北総領成果を起こし注釈出展。ありがとうございます。